こんにちは、シャーイ、どうも、ヤマママです。今日はですね、グレイルさんの福袋を買っちまいました。前回ね、いつ買ったかな ?2 月、3月頃の1999円福袋を購入したのですが、今回はね、6月の1999円福袋、M サイズと L サイズの2つを購入いたしました。中にどんなものが入っているのかね、検証しつつ、楽しみつつ、開けていこうと思います。私はね、本当にね、福袋を開ける時のね、ドキドキ感、ワクワク感がもうめちゃめちゃ好きなんよね。何が入ってるやろ、何が出てくるやろっていうね、ワクワク感。あれがね、もうたまらんで癖になるね、ほんとね。っていうお話は置いといて、早速開けていきましょう。じゃあまずね、こちら L サイズのやつからね、開けていきましょう。これか。おお、なんだろう、なんだろう。あー、なんやろ、お花柄の、なんか、なんて言ったらいいん、これフリルブラウスみたいな感じ。ブラウスでもないか、ちょっとこういう透け感のあるようなね、ものですね。あ、オフショルだね、これ。オフショルできるやつだね。そしてこの袖、腕をね、細く見せるようなね、袖でございますね。おー、いいじゃん。え、いいやん、いいやん。これはどうどうどう、当たりじゃないでしょうか。しかもこの生地の薄さ、夏にもってこいのね、透け感やね。ちなみにタグはこんな感じでございます。はい、滑り出し好調ではないでしょうか。お次はこちら。ん、なんだなんだ。お、なんかブラウスっぽい。おお、めっちゃ使えそうなブラウス。おお、おお、おお、どうどうどう。薄さはすっごい薄いけどさ、下にさ、GU とかのブラフィールとか、こういうレース系のさ、なんかシャツとか着とったら全然問題なさそうじゃない?この薄さは。ね。いいじゃん。なんかそれもね、こんな感じで、広い。広い袖。一応ノースリーブになるのかな?ノースリーブよりでも若干ね、ここ出てるから、私基本的にね、二の腕がね、太いからノースリーブとかね、着る自信がないんやけど、これやったら助かります。ありがとうございます。お次、こちら!なんじゃこのピンクピンクピンク。ピンクピンクピンク。はいはいはい、普通の T シャツやん。まあ、こういうのは何でも着れちゃうよね。私 T シャツの V ネックってあんまり着いひんな。これを機にチャレンジしようかな。すごい柔らかい T シャツ。デオドランドクールって書いてる。一応1着400円ぐらいのイメージやからさ、グレイルさんのこの1999円福袋って400円でこれ手に入るんやったらありよね。次はこちら。どう?お、なんか違う感じの来た。あー、はい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 。おー、私キーヒンスタイルのやつ来たな。こういうのマジでキーヒンな。こういうなんて言うんやろな、マジでセクシー系のお洋服着たことない今まで。ちょっとこれはね、どうするか悩みますね。これタグついたまんまさ、古着屋さんとか持ってったらいくらで売れるのかちょっと気になるね。それでは最後はこちら。お、あ、ボトムスかなと思ったけど、今回全部トップスですね。あ、これは使えそうじゃん。あー、タンクトップ?ボーダーのノースリーブでーす。これは使えそうやね。これちょっとなんかさ、海上がりとかさ、羽織んのに良さそうじゃない?ちょっと着んのに。はい、L サイズの福袋以上でございます。お次は M サイズの方へ移りましょう。それではまた引いていきます。まずはこちらの、なんだろうか、これ。あー、何て言うんやったっけ、こういうの、こういうやつ、こう T シャツとかのさ、上にこういうの、ビスチェ、ビスチェって言うんかな、これ。この丈感ってビスチェなのかな、どうなんやろ。これは使えますね。このさ、フリルみたいなのめっちゃ可愛くない。いいやん、いいやん、いいのゲットしたよ。 M サイズの出だし好調でございます。お次はこちら。あー、可愛い、可愛い、ギンガムチェックめっちゃ可愛い。あ、可愛い。あ、これもビスチェ?ビスチェや。めっちゃ可愛くない?ギンガムチェック。かわいい。かわいい。ちょっとちょっとちょっと。嬉しいね、これは。なんかかわいいビスチェっぽいやつ、2つゲットしました。え、かわいい。しかも赤のギンガムチェックって私持ってないぞ。それでは、お次、こちら!おっと。あ、
はいはいはい、あ、はい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 、あ、こういう洋服って私ね、自分で着ひんもんね、選ばんもんね。でもさ、シンプルやから基本的に何にでも合いそうじゃない？ちょっとスタイリッシュな大人っぽい感じもいけそうやし、カジュアルな感じもいけそうやし、なんかいろいろ使えそうな T シャツで、後ろのデザインがね、こんな感じになっております。後ろだけ見たらなんかこう、うどん屋さんみたいな。まあでも可愛いよねこれ。なんか変なところで折れた線が入っちゃってる。これどうなってんのデザイン。こういうなんか左右非対称な感じのデザインなんかな、それともシワシワでこんな感じになっちゃってるのか。お次はこちら。お、なんだなんだ、なんかメッシュっぽいぞ。あ、あ、スカートや、可愛い。え、可愛い。このシースルーのスカート、私こういうデザインめっちゃ好きなんよね。嬉しい。ちょっとこれは当たりじゃない？かわいい。かわいいけどね、あの丈感がね、ちょっとあの足が太く見える丈感ですねこれね。はいはいはい、いい感じじゃないでしょうか。最後はこちら。お、あ、見覚えある。見覚えあるねこれ。はい、先ほどの色違いです。色違いでよかった。これイエロー、鮮やかなイエロー。いやもうこれはちょっと今回ね、当たりですね。私的にすっごい嬉しいアイテムがたくさん入っておりました。今回福袋2つ買って L サイズ5点 M サイズ5点入ってるうちの1点だけボトムスでした。9点はトップスでした。まあ、この時期買ってるからしっかり全部夏服やったね。いやーほんとよかった。可愛いアイテムいっぱいで嬉しい。またね、このお洋服たちを使って、まあ、コーディネートの動画もあげようと思うので、楽しみに待っていてください。福袋の中身紹介でした。今日も見ていただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッター、部活ともやっておりますので、チェックしてくださいな。それじゃあみんな、 See you next time! バイバーイ。